自動でお金が増える投資法 <noise> <noise> それでは今回は投資初心者向け自動でお金を増やす投資方法について解説をしていきます最近は投資の勉強を始める人が増えてきていますそんな中まだ投資をしていない人もいますやってみたいけど難しそう忙しいからなかなか始められないといった不安だったり苦手意識を持つ人が多くいます 投資と聞くと頻繁にパソコンの画面と向き合いトレードをするイメージがあります会社員の人や家事や育児で忙しい人が毎日値動きのチェックをして頻繁に売買をするのは現実的に難しいですしかし豊かな生活を送るために投資は非常に有効な方法ですそして今回おすすめする投資方法は デイトレードのような頻繁な売買をせずに、ほったらかしにすすす。るだけでで資産を増やすことが可能ですそこで今回は、初心者の人でも安心して始めることができて、自動でお金を増やすことができる、ほったらかし投資について、3つのパートに分けて解説をしていきます。 1>, 1個目のパート「ほったらかし投資とは何か」2個目のパート「おすすめの商品はどんなものがあるのか」3個目のパート「投資をするなら知っておくべき仕組み」について解説をしていきます。 万人におすすめできる投資方法がわかります投資に役立つ情報を得ることができます。これから投資を始める人や、最近投資を学び始めた人にもわかりやすく解説をしていきます。ぜひこの動画を最後までご覧ください。1個目のパート、ほったらかし投資とは何か。ほったらかし投資とは 事前に投資環境を整えてから投資を行いますその後はできるだけ手をつけずにほったらかしておく投資方法のことですほったらかしで資産が運用できる仕組みにしておけば忙しい人でも手軽に投資を始めることができますそしてこの方法は誰にでもできてそれなりにいい成績を出せる優れた投資方法ですそしてほったらかし投資には非常に重要なポイントがあります それは長期的に成長するものに投資をすることですそしてリスクを分散してリスクを軽減することです投資には色々な方法があります中には長期的に成長しなくてもうまくやることで資産が増える方法があります例えば株の値動きを毎日チェックして売買を行うデイトレードがそれにあたります デイトレードでは短期的な値動きをもとに利益を出すことが可能ですしかしほったらかし投資では短期的な値動きよりも長期の傾向が大切です長期的な成長が見込めるものに投資をして時間を味方にすることで資産を増やすことができますまたほったらかし投資では分散の効いた投資先に投資をします 一社にに投資をせず複数の会社に投資をすることで、1社の業績が悪くても分散をしているため、ダメージを軽減できます。 分散投資をすることで資産が大きく減るリスクを軽減できますまたほったらかしにしていても資産への影響は小さくストレスも軽減することができますそして分散投資の反対は集中投資です集中投資とは言葉通り一つのものに集中的に投資をすることです集中投資の場合はほったらかしにすると知らないうちに資産が減るリスクがあります 一方、ほったらかし投資では投資先を分散して安心しながら投資を継続することができます。しかし、分散といってもいろいろな要素があります。具体的には銘柄、業種、地域、資産、時間が挙げられます。 これらの要素はどれか一つ分散ができていればいいわけではなく複数の要素を組み合わせることでさらにリスクを抑えることができます続いて2個目のパートおすすめの商品はどんなものがあるのか 分散投資ではいろいろな要素を組み合わせてリスクを軽減させることで安心して投資を行うことができますそこでほったらかし投資に適した商品を3つ紹介していきます1つ目バランスファンドバランスファンドとは複数の資産を組み合わせた投資信託のことです 株式、債券、不動産などをまとめた積み合わせパックのことです。一つのバランスファンドを買うことで、複数の資産に分散投資が可能です。これらの資産はそれぞれ違う値動きをします。複数の投資対象に投資をするため、どれか一つの資産が下落したとしても、その他の資産が下落しなければ、ファンドの大幅な下落を防ぐことができます。またそれぞれぞのの資産の中身もさらに分散 分散されることが多いです例えば一つのファンドで国内と海外の両方に投資をするため地域が分散されていたり複数の業種や会社に分散されることが多いため銘柄の分散もされていますこのようにバランスファンドでは資産地域銘柄が分散されていてそれをひとまとめに投資することが可能ですバランスファンドのメリットは 分散だけではなく自動でリバランスもしてくれますリバランスとは資産運用での資産配分が 当初の割合から変わってきた時に最初に決めた割合に戻すことを言います配分が変わることでリスクが大きくなったり期待通りの運用ができなくなったりするためリバランスっていうのは非常に重要な役割があります例えば株式70%債券30%のバランスファンドを購入した場合 運用をする中で株価が上がって、株式の割合が90%になったとしましょう。 するともともと決められた比率に戻すために株式を20%売って債券を20%購入してくれますこのようにバランスファンドでは運用会社がリバランスを行ってくれるため手間がかからずに済みます自動で資産比率を調整してくれるためわざわざ自分で市場を分析してリバランスを行う手間が大幅に削減できて リスクの大きさは大きければ値動きが大きくなって小さければ利益は少なくなります。そのためリスクの大きさを維持することは大事なことです。バランンスファンドに投資をすれば 内部で自動でやってくれるため投資初心者の人にとってもストレスがないです。そのためバランスファンドはほったらかし投資に向いている商品です。しかしバランスファンドにも良い商品と悪い商品があります。悪い商品に投資をすると資産が増えるどころか減ってしまう可能性があります。ここでは具体的におすすめのバランスファンドを2つ紹介しておきます。1つ目ののおすすめの商品は e マクシスリムバランス8資産均等型ですこの資産は国内外の8つの資産に投資をするバランスファンドです投資対象の資産は株式、債券、不動産の3種類です投資する地域は国内、先進国、新興国の3つです8つの資産の割合はそれぞれ12.5%で均等になっています資産クラスも地域も十分に分散が効いています ココスストト面ででも低コストですバランスファンドの中には管理費用が1%を超える商品がある中で この投資信託は0.154%のため低コストの商品と言えますそのためこの商品は中身コストともに優れた投資信託ですこのバランスファンドの特徴は8つの資産に均等に分散することで低リスクである債券の割合が少ない点ですそのため短期的な値動きも割とありますまた不動産が含まれることも人によって好みが分かれる可能性があります 続いて2つ目のおすすめの商品は楽天インデックスバランスファンドですこの商品は不動産を含まないバランスファンドになっています 投資対象は世界の株式と債券の2種類ですこのファンドでは株式と債券の割合が違う3つのパターンから選ぶことができます株式80%債券20%の株式重視型株式50%債券50%の均等型株式30%債券70%の債券重視型この3パターンがあります 長期的な成長が見込めるものに投資したい人は、株式重視型を選んでください。 一方、値動きが少ない方が好みの人に向いているのは均等型や債券重視型です。この商品の管理費用は0.211%です。eMaxSlim バランスファンドの方が管理費用は安いですが、それでも低コスト商品です。不動産を含まずにバランスファンドで株式と債券の割合を選びたい人におすすめです。 続いて、ほったらかし投資に向いている商品の2つ目は、全世界株ファンドです。全世界株ファンドとは、世界中の株式に分散投資できる商品です。全世界株式に投資をすることで、世界中の株式に分散投資をしたのと同じ効果があります。人によっては、バランスファンドのように、複数の資産に投資するのではなく、 投資対象に債券や不動産は不要で株式一本で投資をしたいと思いますその場合最も分散が効いた投資商品でほったらかし投資をするのに適したおすすめのファンドです具体的に全世界株ファンドでおすすめの商品を2つ紹介しますその2つとは EMAX Slim 全世界株式 SBI 全世界株式インデックスファンドの2つですどちらも世界の企業に投資をする投資信託です 全世界株に投資をするなら、この2つの商品がおすすめです。どちらも管理費用は0.11%で、成績もほぼ同じです。 2つの商品の主な違いは小規模な企業を含むのか含まないかの違いです SBI ・全世界株式は小規模な企業にも投資をするため銘柄分散が効いていますしかし小規模な企業を含まない EMAXSLIM 全世界株式も世界の約3000銘柄に投資をして市場の約85%をカバーしているため銘柄分散としては十分です そのため、どちらを選べばいいのか迷う人は両方を半分ずつ買う方法がおすすめです。続いてほったらかし投資に向いている商品の3つ目、米国株ファンド。米国株ファンドとは、米国の複数の株式に投資をする商品です。投資対象の地域は米国で、資産は株式です。銘柄は分散されていますが、地域と資産は集中しています。 バランスファンドや全世界株と比べると集中しているため分散は少し弱いですがおすすめできる理由がありますそれは米国株はここ数十年にわたって世界の株式市場を牽引している実績があるからです米国は投資対象として適した国ですその理由として2つの条件が挙げられます1つ目の条件人口が増加していて消費成長国であること 米国では人口が増え続けています2030年には3.5億人2050年には3.8億人を超えると見込まれています人口が増えると消費活動が活発になりますすると労働生産力が維持されて社会保障を担う層が多くなりますそして税金が適切に再投資される流れができるため経済成長につながっていきます二つ目の条件 投資に見合った法整備がしっかりとしている米国の証券取引所は上場する基準が厳しく上場しても成長性がないと即転倒市場へと移されます米国の株式市場には成長性の高い銘柄しかないってことですこの2つの条件を満たす他の国っていうのはほとんどないですそれだけ今の米国は投資対象に適した国です ただし、米国株がずっと右肩上がりに成長するとは限らないです。 伸び悩む時期が来る可能性もあります。もしかしたら自然災害や戦争があれば、米国株の暴落を経験するかもしれないです。それだけ米国だけに地域を集中させるリスクがあるってことです。そのため、バランスファンドや全世界株と比べると、ほったらかし度合いが低くなります。それでも米国株の成長を信じて、多少ほったらかし度が低くても、リターンを狙いたい人にはおすすめのファンドです。具体的に 米国株ファンドでおすすすめの商品を2つ紹介します1つ目の商品、EMAXSLIM 米国株式 SP500。この商品は、米国の代表的な大企業500社に投資をする投資信託です。この500社で米国市場の約80%を占めています。管理費用は0.0968%です。2つ目の商品、SBIV ・全米株式インデックスファンド。 この商品は米国の大型株から小型株までを一括して投資できる投資信託です。小型株を含むことで、米国市場の98%を占めています。管理費用は0.0938%です。どちらの商品も管理費用は0.1%以下とかなり低コストでリターンもほぼ同じ成績です。 どちらも投資信託の人気ランキング上位の人気商品です。3個目のパート、投資をするなら知っておくべき仕組み、ここまでほったらかし投資に適した商品について紹介してきました。では、実際に投資をするなら、適した方法を選ぶ必要があります。仕事や家事で忙しい人にとって、毎日の値動きのチェックや、頻繁に資産の管理を行うことは、手間がかかるため避けたいはずです。そこで ほったらかしで投資をするためには仕組み作りが大事です。仕組み化するのは難しいことではないです。誰にでもできる簡単なものです。そのポイントが3つあります。1つ目、投資に積み立て。まずは買う仕組みを作ります。そこで利用する方法はネット証券が提供している投資に積み立てサービスです。投投資積立とはあらかじめ指定した託を 定期的に決まった金額で投資をするサービスのことです最初に必要な事項を設定すればあとは毎回自動で投資信託を買っていってくれますそのため投資をするために手続きをしなくていいため資金を準備しておくだけで OK ですまた投資タイミングを分散させることで値動きのリスクを軽減することができます投資初心者でも投資信託の購入を自動化することでストレスなく継続することができます いきます2つ目定期売却サービス次に売る仕組みを作ります定期売却サービスとは保有している投資信託を定期的に売却をして現金に変えてくれるサービスのことですこれは等信積み立ての逆と考えれば分かりやすいです売却も自動化することで売却時にタイミングを測る必要がなくなって時間や手間やストレスが減ります3つ目非課税制度 投資をするなら税金のかからない優遇枠を活用すべきです。 通常、株式や投資信託などの金融商品に投資をした場合、これらを売却していた利益や受け取った配当に対して約20%の税金がかかります。そこで非課税制度である NISA を活用すれば、NISA 口座内で毎年一定金額の範囲内で購入した金融商品から得られる利益が非課税になって税金がかからなくなります。まだ投資を始めていない人はぜひ活用してみてください。 今回紹介した3つのファンドを仕組み化することで時間も手間も省くことができますこの方法であればストレスなく全員が投資をスタートすることができて資産を増やすことが可能ですぜひ参考にしてみてくださいこの動画を見て参考になったこんな動画をやってほしいなどのご意見があると嬉しいです動画のコメント欄に積極的にコメントをください それでは今後もどんどん動画を投稿していきますこの動画がいいなと思ったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いしますそれでは本日はこれで終わりたいと思いますありがとうございました